しい惑星には驚異的な狩猟能力と戦闘能力で知られるワニ科に属する約23種の爬虫類が生息しています。ワニは水牛と対峙した時に成功すると思いますか？ライオンと対峙した時はどうでしょうか？それともイボイノシシのような獲物を狩るのは彼らにとって簡単なのでしょうか？そして何がワニを倒したのでしょうか？ワニとワニが間違った相手に30回失敗した。迷彩はハンターのエース。頭のてっぺんに尾行と目があり、ワニは全身を水中に隠して獲物を待ち伏せすることができます。バッファローはワニの壮大な罠にはまりました。それでも1トンを超える水牛がワニを岸に引き寄せることに成功した。水中はワニの領域です。水牛に飛ばされたら生き残るのは想像しにくいでしょう。そして賢いものは自分の命を守る方法を常に見つけます。豪雨のためカフェ国立公園の中央地域は捕食者の拠点となります。食料を求めてこの群れが生死で立ち往生したナイルワニを追い詰めました。数隻ぶりと陸上でのアドバンテージの欠如はワニに有利ではなかった。安全な深海があまりにも遠かったためライオンの群れとの生存競争にワニが敗北した。これは今日の群れの空腹を満たす充実した食事でした。ケニアの川沿いにはワニとカバが共存しています。それぞれの種は異なる生存手段を持っていますが、獰猛さに関して言えばカバに勝るものはありません。カバには日向ぼっこの場所が必要ですが、砂浜は一つしかありません。彼らの任務はワニを追い払うことです。通常ワニは戦うでしょうが、彼らはカバの顎を砕く力を知っているので、あえて危険を犯そうとはしません。離れることがより安全な選択です。反射速度は種によって異なりますが、このイボイノシシはワニよりも突然の攻撃でワニを驚かせました。おそらくワニは食事のために別の獲物を探すべきでしょう。カイマンの主な生息地は南アメリカです。カワウソとカイマンは同じ生活環境を共有すると競争が激化します。これらの捕食者の鋭い歯は特に子どもたちが脅かされている時の奇襲に対する防御として機能します。約1時間後カワウソはカイマンを圧倒することに成功し、家族を脅かす大胆な行動について貴重な教訓をカイマンに教えた。カワウソの他にカイマンに出没するもう一つの王、それがジャガーです。これは泳ぎ、高度な狩猟に優れた大型の猫で、ブラジルの川を支配することができます。静かで鋭い頭蓋骨への噛みつきはジャガーの専門技術です。獲物に何が起こったかを理解する前にこの狩りが終わることは間違いありません。淡水環境ではワニは恐るべき捕食者として存在します。しかしこの珍しい遭遇によりワニは強力な蹴りを繰り出す馬に取り憑かれてしまいます。生息地をめぐる競争は実に過酷なものとなる可能性があります。
ある晩、国立公園でワニが象を攻撃するという重大な間違いを犯した。2トンの足で致命傷を負う可能性があるとは知らず、ワニは危険に直面した。ニシキヘビは有名な狩猟技術を持つ最大8メートルの細長い爬虫類の一つです。身を隠して不意に攻撃する能力を利用してワニに巻きつくと、ワニが窒息するまで緩めたり締めたりを繰り返します。最終的には数ヶ月、場合によっては1年にわたって充実した食事をとることで、ニシキヘビは狩りをしなくなります。広大な湿原はイノシシの餌場となるが、ワニの存在はイノシシに危機感を与える。ワニは逃げるどころか、イノシシの突然の攻撃に驚いて怯えてしまいます。場合によっては攻撃が自分自身の安全を確保するための別の手段になることがあります。ワニの天敵は非常に多様ですが、最も有名なのはライオンです。これらの大型ネコ科動物は強力な攻撃を持っており、敵を苦戦させる方法を常に見つけています。それに加えてライオンは群れで狩りや戦いをするため、数ではライオンが優勢であり、戦いはライオンに有利であるように見えます。アフリカの大型ネコ科動物の警戒心が強い。ライオンは水中に潜む多くの危険、特にワニの存在を常に認識しています。予想通りワニの水中でのスピードはプロのスポーツ選手のスピードであり、そのスピードを利用してライオンを攻撃します。素早く泳ぐことがライオンがワニから逃げる唯一の方法です。水牛はライオンを圧倒できる数少ない動物であると言えるでしょう。体の大きさと鋭い角のおかげで、このマラニ水牛はオスライオンを倒すことができました。しかし、この大きな猫を見てください。それは諦めることを拒否します。オスライオンは一口ごとにマラニの首を狙いますが、その犬種は2インチで、厚い皮膚を突き破るには十分な長さではありません。完全に失敗。オスライオンは明日まで生き残れるでしょうか。コメントを残してご意見をお聞かせください。クルーガーの別の夕方、ライオンの群れは緊張した縄張り争いの後、珍しい静けさの瞬間を楽しんでいます。しかし、アフリカのペストが突然復讐に満ちた行為で出現する。幸いなことにライオンの子は水牛に投げられた後も無傷でした。しかし、別の美しく晴れた日、メスライオンはそれほど幸運ではありませんでした。就寝中に不意に襲われ、後ろ足に怪我を負った。これにより彼女の狩猟能力が損なわれる可能性があり、野生での生存はさらに困難になります。